それではヒーローインタビューです。見事今日はビクトリー勝ち切りました。吉村真晴選手に来ていただきました。ナイスゲームでした。ありがとうございます。もう負けられないフォースマッチ。そうですね、まあ、本当に木下さん強い選手が集まっているので、まあ、苦しい中なんとか勝ち切ることができたんですけれども、やっぱり2番で頑張ってくれたアリノムのおかげなんじゃないかなと。じゃあアリノム選手を皆さん拍手で迎えましょう。いきなりアリノム選手ヒーローに呼ばれましたけども、たくさんの応援ありがとうございました。いや早いですね。ありきたりだね。ありきたりだね。まあ、強敵の木下さんにこう苦しい中ですけど本当に勝ち切ることができて大きな一勝だったと思ってます。まだまだシーズン続きますので普通ですけど、これからも琉球アスティーダとして頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。普通ですみません。ありがとうございました。ありがとうございました。そして吉村選手、なんか吉村選手このままだと普通に終わっちゃいそうなんで、吉村選手もはい出遅れた分一言、なかなか無茶ぶり、ね、出遅れたとか言ってますけど、はい、まあ、ギリギリなんですかね。まあ、ちょっといろいろありましたけども、はい、まあ、自分自身は本当に死ぬ気で卓球に向き合っていきたいなと思ってますし、本当にファンの方には多分なんだ吉村とか思ってる人もまだいると思うんですけれども、でも、ね、せっかくいただいたチャンスをこうやってあるので、僕自身はそれをしっかり掴んでいって、また皆さんに吉村頑張ってるなって、まあ一言でも声をかけていただけるように、まあ、全力で頑張っていきたいなと。本当にね、なんか吉村のせいで卓球界がとか言われるのが正直悔しいところあるんですけれども、まあでもそれも自分自身しっかりと反省してやるべきことをやって必ず結果を出して皆さんにもう一度応援してもらえるように頑張りますので、まあ、苦しいかもしれないですけれども、なんとか皆さんぜひ僕のことは嫌いになっても卓球界のことは嫌いにならないでほしいです、はい、なんで、はい、ぜひ僕のことも応援していただけたらなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。見事勝利に導きました吉村真晴選手、アリノムタイム選手、今一度大きな拍手お送りください。じゃあ報道ステーション行きましょう。
力を出し切った両選手。